ありがとうございます。ありがとうございます。写真撮ってもらえます。あ、はい。すごく素敵だなと思って、私もそれを見習って頑張りたいなって。本当ですか。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってね。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。ありがとうございます。とても応援してます。ありがとうございます。今度朝ならしたっていうパン屋さん、あの家族みんな応援してて、はい、パン屋さん行ってみたいって。本当ですか。で、はい、ぜひ行かせていただきます。お願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。僕がこれまで歩んできた4年半を、全て詰めた一冊だと思うので、それが出来上がった時は、一つ自分が夢にしていたものが、叶ったからこそできたものだと思うので、素直に、喜びを感じましたし、また喜びだけじゃなくて、ここからまだまだやらないといけないなと、本を、手にして改めて思いました。そうですね、本当に今回の、本には、今の自分が喋っていることじゃなくて、その時その時の自分が何を感じて、何に向かってどういう行動をとっているのかっていうのを、取材してくれた方がいて、それをもとに、出来上がっている本なので、誰がどう言おうと、自分の中に確固たる大きな夢、目標があれば、必ずそこに、たどり着ける力は自分にあるんだっていうことが、この本を読んでもらえたら誰にでも当てはまることなんじゃないのかなとは思うので、自分の、この人生、この本に関しては4年半が、描かれてますけど、それが決して正解ではなくて、ただ不正解じゃない、道であって、誰にでも本当に当てはまる、じゃあなんで俺がワールドカップに行けたのかっていう、ワールドカップに行けるような選手だったかどうかっていうのは、4年半前の自分を、皆さんが見てもらってどう感じていたかっていうのが多分本当の自分で、でもそういう自分がワールドカップに行けている、それがなぜなのかっていうのが、この本を読んでもらえたら何かヒントが隠されているかもしれないのかなとは思うので、ぜひ読んでもらって、何を感じるかはもう、その人自身ですけど、何かは、隠れてると思うので、ぜひ読んでもらって確認してもらいたいなと思います。そうですね。タイトルなんで決める理由であったり、どういうものがいいかっていうのはもういろんな角度から見て考えて、いろんな人と相談して、決めましたけど、一番は、この本を手に取ってもらう、皆さんがこのタイトルを見て何を思い描いて、何を感じるかっていうのが一番大事かなと、思ったので、あえて奇跡っていう言葉を、使わせてもらったんですけど、僕自身、このタイトルとは裏腹に、あのゴールが奇跡だったのかどうかって問われると、そうじゃないと思ってますし、じゃあなんでその奇跡をタイトルにしたんだっていう、それは本の中に書いてるんで見てもらえばなと思うんですけど、いろんな理由がありますけど、その奇跡を起こすために何が必要なのかっていう、ある意味皆さんがあのゴールを見て奇跡だって、言ってくれることが僕の4年半を、描いてくれてると思ってるので、
なんで俺がその奇跡のゴールを生むことができたのかっていうのをこの本を読んで確かめてもらったらなと思います。そうですね、僕は約4年ぐらいですかね、もう専属料理人を、自分の、近くに置いて、毎日3食、バランスのいい食事を作って、食べさせてもらってますけど、そこからもう自分からしたら、もう食もトレーニングだと思ってますし、その一食をどうするかによって、自分が目標としている、夢に手が届くか届かないか、本当にその一つの食も自分にとっては勝負だと、思って、でも自分ではなかなかできないところでもあるので、料理人にそういうところは、任して、ある意味自分の中でできることを、全力でやることの一つが、食事だったので、そこも、妥協をしないように一日一日、過ごしてました。特に、勝負の前にこれを食べるっていうのはないですけど、でももう食事の、栄養面であったりとか、試合の前に必要なものっていうのは、バランスを考えて取るようには、してるので、やっぱり炭水化物を多めに取って、エネルギー補給して、試合に臨むっていうのが、試合前に、やってることですけど、それぐらいですかね。好きな食べ物は、やっぱお肉が大好きなので、もう日本に帰ったらすぐ焼肉食べに行きます。美味しいですね。いつも焼肉食べに行ってます。ありがとうございます。そうですね。本当にカタールワールドカップは、僕自身他の何もかもがどうでもいいぐらい絶対に行きたいと思ったところだったので、そのためにできることは本当に全てやろうって思って、人生かけてましたし、そこにたどり着くことができたことは自分にとっても、大きな喜びと、何にも変えられないものを得ることができたかなとは思いますけど、何より、これっぽっちも満足してないですし、やっぱりワールドカップ終わって一番残ってるのは、悔しさしか今残ってないので、ゴールも上げることできましたけども、そんなこと忘れるぐらい、ワールドカップの後は悔しさしか残ってなかったので、その悔しさを、得ることができたことが一番の自分にとってのこれからの成長につながるかなと思うので、改めてやっぱりカタールワールドカップというものを経験できて、あの悔しさを経験できてよかったなと、今は思っているので、ここからもっともっと成長していけるように、やっていかないといけないなと思います。そうですね、悔しい経験をすればするほど、燃える性格ではあるので、僕にとっては悔しさっていうのは本当にこれっぽっちもマイナスなことはなくて、悔しさを味わえば味わうほど、もう次の試合、次の、見せ場で絶対に自分がヒーローになるんだって本当に心の底から思えるので、それはもう小さい頃からそうだったと思います。日本代表はもう日本代表ですけど、やっぱり、サッカーをやってれば多分誰しもが、子供から大人まで、アマチュアでやってようがプロでやってようが、J リーグでやってようが海外でサッカーやってようが、まず目指すところがワールドカップだと思うので、そこを目指すために絶対日本代表に入らないと、ワールドカップっていう舞台にはいけないですし、ワールドカップっていう舞台はもう何にも変えられない、他の言葉でも言い換えられない舞台場所だと思っているので、そこにたどり着くための、日本代表だと思っているので、僕はその日本代表に、やっぱり常に次の代表に入るために、じゃあ今何が必要なのかっていうのを常に考えて行動しているので、僕にとってはもう今のところ人生そのものかなと思います。ワールドカップのために、日本代表に入るために
今何が必要なのか、まあ、全てはつながっているので、まあ、ただ一番先にある、目標や夢が、多分サッカーをやっていれば誰でもワールドカップになるんじゃないのかなと思います。まあ、カタールワールドカップ、に出ることができて、まあ、ゴールも決めることはできましたけど、まあ、先ほども言ったように、今振り返ってもやっぱり悔しさしか残ってないので、まあ、この悔しさをじゃあどうするかといったら、もう次のワールドカップの舞台に立って、また成長した自分を、その大会で発揮する以外、多分その悔しさを、晴らす舞台はないと思っているので、まあ、本当にカタールワールドカップまで全てかけて、このワールドカップが終わってしまったら自分はどうなるんだろうって本当にちょっと怖くなってたぐらい、ワールドカップに全てをかけてましたけど、終わってみて、まあ、どうにもなってないというか、まあ、ここからまたやり続けるしかないなと本当に心の底から思えてるので、まあ、今まで通り変わらず、変わり続けていきたいなと思ってますし、まあ、その先に、ワールドカップが、あると僕は信じているので、まあ、そこに向けてまたここから成長していくだけだなと思ってます。まあ、本気で次のワールドカップも、目指しています。そうです、本当に僕にとっても、まあ、これまでのシーズンとは比べ物にならないぐらい特別なシーズンだったなと、心の底から思いますけど、まあ、このシーズンがあったのも今までの、シーズン、今までの自分があったからだと思うので、まあ、1年だけで考えたら本当に特別なシーズンで、いろんなことも経験したし、本当に人生何があるか分かんないなと改めてそう思えるような、シーズンでしたけど、ただまあこの1年がたった1年かって言われるとそうじゃなくて、全ての今までの、自分があったからこのシーズンがあっただけだと思うので、また、次のシーズンもその次のシーズンも、特別なシーズンにしていきたいなとは思っているので、まあ、これを経験できたからこそもっともっと、成長していきたいなと改めて思ってます。まずはしっかり休みたいなと思ってるんですけど、ただやっぱ成長したいっていう意欲は、本当になんて常にあるので、まあ、しっかり休んでリフレッシュすることも、その成長するためには必要なことだと思っているので、まずは、まあ、次のシーズンに向けて、いい準備をするために、しっかりコンディションを整えて、まあ、休んだ後にまたしっかり、自分でもコンディション上げていって、まあ、まずは、まあ、今回の代表でも、まあ、悔しい、気持ちで終わっているので、ただ終わって、あ、この感覚嫌いじゃないなと思っているので、まあ、ここからまた次のシーズンに向けて、やれるなと、思えているので、まずはしっかり休んで、まあ、このオフに何か特別なことをやるってことはないですけど、次のシーズンに向けてしっかりいい準備したいなと思ってます。シンプルに自分の地元なんで、他のどの場所にも変えられない特別な場所だとは思いますけど、やっぱり自分が今こういう舞台でやれてる、頑張り続けている、成長に向かってやり続けられている原点が、まあ、自分が生まれ育った、三重県、っていうものがあるからだと思うので、やっぱり自分がしんどいなと思った時にこそ、友達であったり家族であったり今まで自分を支えてくれた人たちを思い出せば思い出すほどまたエネルギーが湧いてくるので、まあ場所っていうよりは僕にとっては本当に常にパワーをもらい続けている、まあそれが、場所で言えば三重県になるのかなと思うので、感謝してもしきれない、場所かなとは
思います。まあ、ただそこからまた、みんなにも笑顔を届けて、もっともっと、自分がね、名県から出たんだっていう、すごい選手に、まあ、三重県の人たちからも思ってもらえるように頑張っていきたいなと思います。そうですね、まあまあ、シンプルに数字っていう結果では、全く満足の、いくシーズンではなかったですけど、まあ、ブンデスリーガ、ボーフムというチームで今シーズンも1年戦って、まあ、怪我があって離脱してた期間もありましたけど、まあ、でもその中でも、まあ、自分がチームの中心としてプレーできているという自覚はありますし、まあ、この、まあ、ブンデスリーガドイツでもやれるっていう自信をまたこの1年で、手応えとして、自信として、得られているので、まあ、そういう意味では、このブンデスリーガで、まあ、1年戦ったこのシーズンっていうのはすごい大きなものになったなと思いますし、まあ、数字っていう結果とは、裏腹に僕自身すごい自信と、なんてやれるっていう感覚を掴んだシーズンでもありました。チームの中心で、やれてると常に思ってて、まあ、チームのために、常にどの試合でも 100% 出してきましたけど、やっぱりさっきも言ったように数字という結果では、チームを全然助けれてないなと、思ってたので、まあ、今自分がやれることはもうこの試合でチームを救うことだけだって思ってたので、もう何が何でもゴール決めて、まあ、チームの残留を、決めたいなと思ってたので、まあ、最後の試合でそれができたことは、まあ、シンプルに嬉しいですし、まあ、ただ絶対にやれると思ってたので、なんていうの、自分でも驚きは全くなかったですし、まあ、自分が試合前に思い描いてた結果になったなと思いますし、まあ、でもやっぱシーズン終わって、残留決まってボーフのファンであったりチームメイトから、まあ、かけられる声であったり、その雰囲気を感じても、まあ、ボーフムの、中心としてやれてるなと改めて思いましたし、まあ、そのファンの人たちと、喜べたことも僕にとってはすごい大きな、喜びでしたし、まあ、特別な、ものになったので、まあ、最後、まあ、本当に言ったらあの1試合だけですけど、まあ、チームを救うことができてよかったなと思います。そうですね、まあ、あんまり僕は、前に出てああいうことをするタイプではないので、まあ、ただやっぱりファンサポーターの方が、まあ、ボーフムもそうですし僕自身をすごい応援してくれてることは、まあ、ボーフムで2年やりましたけどすごい感じてたんで、まあ、ああいうところで、一緒になって、まあ、盛り上がるっていうこともなんて言うんだろうな、またそこでチームの一体感であったりとか、チームの向上に、つながると思ったので、まあ、あそこはもうあえて乗っかろうと思って、まあ、ファンサポーターの方と一緒に、盛り上がりましたけど、やっぱりああいう光景を見ると、まあ、1年全力でやってきてよかったなと思いましたし、まあ、このチームのために、まだまだやれることがあるんじゃないのかなと、まあ、自分がここからもっともっと、成長していかないといけないなと改めて感じました、ね。そうです、まあ、それは常に、僕にとっては一緒ですけど、まあ、まず、まあ、チームも、ブンデス、一部に残留することができたので、まずそのトップのリーグでまた中心としてプレーするっていうことが、最低限必要になってくると、思いますし、まあ、昨シーズン、数字っていう結果では、全く満足のいくものが残せていないので、まずは自分自身、まあ、数字っていう結果に、まあ、こだわり続けて、まあ、今までもこだわってましたし、まあ、それがどうなるかっていうのは分かんないですけど、まあ、そこを求め続けてやり続けるしかないかなと思ってます。まあ、今後じゃあチームがどうなるかとか、ワールドカップまでも
あと3年ありますけど、その3年で間違いなく自分自身も、変わり続けていくと思いますし、状況も変わっていくと思うので、まあ、その都度その都度、もう自分が、持っている、まあ、今も確固たる、もう夢があるので、その夢さえなければ、まあ、どういう状況になっても、やることは変わらないと思っているので、まあ、これまで通りって言ったら、変わらないって思われるかも分からないですけど、まあ、自分の感覚としてはこれまで通りもう成長し続けていくだけかなと思ってます。それが何なのかっていうのはもうやり続けていく中で見つけていくしかないと思うので、まあ、その中でも最低限、自分のチームで中心として、プレーして、数字っていう結果を残す、もうそこに向けて 100% 注ぐしかないかなと思ってます。いや、僕はそれを持ったことはなくて今まで、ただまあ一つの基準としてやっぱり2桁ゴールっていうのは常に、一つの目標として、持ってるので、まあ、まずそこを、達成できるように頑張りたいなと思いますけど、まあ、明確な、数字っていうのはなくて、もう残せるだけ残さないといけないと思ってるし、まあ、自分がどれだけやれるのかっていうのも、今はすごい楽しみでもあります。そうですね、まあ、常にやっぱり次の日本代表の活動がある限り、もうそこを目指して今頑張らないとなって、常に思っているので、まあ、一昨日か、今回の日本代表活動終わりましたけど、まあ、終わって、もう悔しさしか、残らず、終わったので、まあ、まず次の代表絶対に、まあ、メンバーに入って、試合に出て、まあ、チームの勝利に貢献するっていうのが、まあ、今の自分の、一つの目標でもあるので、まあ、相手がドイツとか、まあ、対戦相手がどうこうっていうのはもう正直僕には、あんまり関係なくて、まあ、ただも次の代表活動に入るために、まずはまた自分のチームに戻って全力で準備するだけだなと、本当にそれしか考えてないですね今は。そうですね、まあ、僕もまあ2列目でプレーすることもありますけど、まあ、多分代表の中では、まあ、頂点でプレーするのが、まあ、第一オプションなのかなとは、思っているので、まあ、まず、まあ、彼らと、どうしていくかっていうよりは、うん、まあ、自分の感覚的にはその頂点でプレーした時に何が大事かっていうのを考えているので、あんまり、その2列目の選手と自分を比較することはないですけど、まあ、ただ、まあ、今回の代表での1試合目もそうですけど、あえていきなり2列目で使ってもらうこともあるので、まあ、そういう意味では、まあ、監督からはどっちでもいけるって思ってもらえてる証拠だと思ってるので、まあ、そこは自分にとってはすごいポジティブなんですけど、まあ、彼らとはもう全くプレースタイルも違いますし、2列目でプレーした時、まあ、頂点でも一緒ですけど、まあ、自分の特徴としては、まあ、ゴールに向かっていく姿勢であったり、スピードを生かしたそのスペースの飛び出しというのも、まあ、もちろん、まあ、自分の強みでもあるし、出していかないといけないところですけど、まあ、守備の部分でも、やっぱりブンデスリーガでプレーしてても攻撃の部分もそうですけど、守備の部分で、相手に負けないっていう自信がこの1年でもすごく、ついたので、まあ、そこは強い相手とすればするほど、自分の強みが生きてくるのかなとは思っているので、攻撃だけじゃなくて、守備のところでも、頂点であろうが、2列目であろうが自分の強みを出せるのかなっていう感覚を持っているので、まあ、今回の代表ではなかなか、数字でもそういうプレーでもアピールすることができなかったですけど、相手が強くなればなるほど自分の強みは、どんどん出てくるのかなっていう感覚はあります。そうですね、なかなかいいとこついてきますけど、まあ、僕が、森保さんにこの本を読んでほしいなとは別に思わないですね。読んでもらえたら嬉しいですけど、まあ、自分から、まあ、そうやって
呼んでくださいっていう感覚は全くなくて、全然これは誰に対して書いたものでもなくて、自分が自分のために自分自身を描きたいなと、思ってこの本を、出させてもらったので、まあ、そういう意味では、まあ、誰に読んでもらいたいなっていう感覚もなくて、ただ読んでもらえたら多分何かが、見つかるんじゃないかなと、思って、この本を書くことを決めたので、まあもしかしたらこそっと読んでくれてるかもわかんないですけど、その答え合わせは多分お互いしないと思うので、まあ、これからもどうなんですかね、まあ、僕から聞くことはないですね。じゃあ聞いておきます。いや大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。僕はまあこの本を誰かに向けて書いたわけでもなくて、まあ、誰かのためになると思っても、別にないですし、ただまあ自分が、ワールドカップでゴールを決めるために何を必要として、どういう考え方をして、まあ、思い出してもらったら、まあ、僕のことを知っている、方がいてくれたら、あの時の俺がなんでワールドカップに行けたんだっていう、まあ、その疑問を多分持ってくれている人は、たくさんいると思うので、まあ、その答え合わせが、この本を、読んでもらえたら、少しはできるのかなと思いますし、その答え合わせができれば、おそらく多分この世の中の、人誰でも当てはまるような、夢に向かうために、まあ、必要なことであったり、考え方であったり、何かしらが描かれてるんじゃないのかなと思うので、まあ、その何かしらをぜひ読んでもらって、確かめてもらえたら、まあ、嬉しいなと、思いますし、まあ、これは過去の4年半ですけど、こっからの自分がじゃあどうなっていくのかっていうのもこの本から、つながっていくとは思うので、まあ、そういう意味でも、まあ、僕を知ってくれている人でも知らない人でも、まあ、間違いなく何かを感じてもらえるものはあるのかなと思うので、まあ、読んでもらえたらすごく嬉しいなと思います。